さあ時刻は9時半を回りました嘘のような本当の輪の時間です日曜日の朝皆様チャーガン中でしょうか今週も東京からドクター水素ボトルの WOE スト株式会社北条さんが来てくれてます北条さんよろしくお願いしますはいおはようございますはい えー、毎週本当にありがとうございます、えー、こちらこそありがとうございます先週もなかなかの衝撃の嘘のようなうすごかったですね本当の話でしたがまた来月とか来てくださいとお願いしたんですけど、ねはい、すごかったですねなんか今週もすごそうな感じがするので、ね、もうすごいうも間違いないです、はい、<laughs> 早速、えー、それでは自己紹介お願いしますはい、えー、皆さんこんにちは はじめまして、私あの谷内と申します。はい。えっと一応ですね、あの公立学校で教頭を拝命しております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と谷内さんはもっと今も教頭先生。はい、今もそうです。はい。えっ、ー、と実際にもうドクターシスボトルをご愛飲してご愛用していただいているということですよね。そうです。はい。 これいつぐらいからとかはい一今年の1月11日から始めてます。皆さん日付を覚えてらっしゃるね <laughs> すごいですね。はい本当にねインパクトがあるっていうことです,、ね、ですね。はい実際そのきっかけ教えていただいていいですか。うん、はいあのー、私が通っていたエステのオーナーさんが私が癌ががになったっていうことを聞いて。 一緒に悲しんで,いただい悲しんでくれて、はいろいろアロマをくれたりとかいろいろ心配してくれた時に自分もこの水素でちょっとある自分のかかってたものが良くなったからやってみたらということで貸してくれたんですね本人が。1> で1か月間使ってみたらということで借りたのが12月だったかなうん、うん、でも1週間ぐらいしてちょっとこれがこの機械が壊れ,ちゃ壊れたのか動かなくなっちゃってお返しして。うんうん あ申し訳ないない弁償しなきゃとか思ってたんですけど一切この話はなくなってもうこの説明会あるから聞きに来ていいと思うよっていうのでそっかということで1週間だったんであんまり実感できてなかったんですが、はい、説明会聞きに来てっていうことであの連れていその友達のがこ,うこの水素水を買った方、はい、要はあのその水素水の方がの。 えー、私を迎えに来てくれて初対面だったんですけど家まで迎えに来てくれてセミナー会場に連れていってきていただいて、はい、そこでお話を社長さんのお話とかいろいろこの経験談そこにいらした方の23名の経験談とかをお話を伺って、はい、で私もわらにもすがる思いというかもし それで、本当に自分の病気が回復できるんだったら、お金は二の次だなって思ったので、すぐやろうって決めたんですね。うんうん、なるほど。なので、迷いはなかったです。どっちその場で契約しました。うん、あの、まあね、今さらっと重大なことが。出ましたけれども、<laughs> 癌だったんですか。はい、九月に告知されて、もともと八月の終わりに言われたんですけど。うん あの病理に出すからっていうことで病理に出してやっぱり結果そうだったっていうことで、はい、CT を取ったのがそれからもう。 抗がん剤しかないって言われたんですけどう自分がもう抗がん剤自体の評判もよくないし、はい、やっぱり他の細胞まで悪くするし、はい、いいことないっていうように聞いていたので、はい、調べてもですねなのでやりたくないって言ったんですね、はい、そしたらやらなかったらどれだけもつかあったら1年持たないって言われたんですねだからセカンドピニオンしますかって言われたんでやりますと言ってですけどいろいろ調べて民間療法いろいろ飛びついてみて、はいろいろやって あのセカンドオピニオンまで行ったんですけど、はい、その前にちょっと海外にも検査しに行ったりしてて、えー、その時に海外で骨折して<ら>そこで入院してしまって10日間、うん、もうそこでも何もせずに,に沖縄に帰ってきて、うん、でそれから骨折治。 ある程度治ってから東京の方のがんセンターにセカンドピニオンをしに行ったのが12月だったんですね。はい、でそこでもやっぱ同じようなことを言われて、うん、でやっぱ体中にがんがあるから体中っていうか私子宮なんですけど子宮中にがんがあるから手術はできないと、うん、全部取るって言ったら子宮全部えぐり取らないと内臓えぐり取るっていうことになるから、はい、もう生きてられない状態になるから<ー>もう無理だと。 だからもう抗がん剤でやるしかないでしょうねって同じこと言われたんですよ。でそれでああやっぱこれしかないんだと思って、はい、じゃあもししなかったら私どうなりますかって聞いたら、はい、やっぱり同じように1年持つかなって言われて。で あの姉妹にはおへその後ろに大きい巨大なのがあるからもっともっと大きくなったらおへそをかぶってしまってうんちが出なくなる汚い話なんですけど下からだから口から出る可能性もあるよとだからそこまでそういう思いの方は嫌だなと。 でもともと自分の沖縄の主人も抗がん剤したらどうなるって聞いたらミイラみたいになりますかミイラみたいにもう本当に寝たっきりになったりあ人によってひどい人の場合ですよ、はい、人によってまあ軽い思いはあるけど重い場合はミイラみたいになったり、はい、あるいはもう生きていく方が辛い死んだ方がましって思う人もいるよと動けない人もいるよ、まあ、これは人によって違うからやってみないとわからないけどねって言われたんですね。 それで、ああそうなんだと思って余計やりたくないって思ったんですけど、はい、まあいろんな経験をして、まあ、いろいろあの経験じゃないですねセカンドオピニオンにも行ったり、うん、もうやってももうこれしかないんだって思ってこんなふうにひどい状態になってで私、ちょっと母1人子1人なんで、はい、母を置いていけないなと。 うーんしやっぱり自分もやりたいこと今までやっぱり仕事だ仕事だってやらなかったこともたくさんあるんでんやっぱりやりたいなって自分でしたかったこととか、はい、自分で叶えたかったこと今まで我慢してきたことを全てしないまま死ぬのは嫌だなって思ったんであのもうん、あの。 やりますってすぐ主治医に行って、うん、12月の28 23日ぐらいに沖縄帰ってきて、うん、2>, 2日後ぐらいに病院行ってもうすぐやりますって11月に決めて、うん、その12月すぐ入ってすぐ抗がん剤やりましたそれが1回目でした 1>, <あ>1週間 1> や,、ね、やりました12月からはい去年の何センチぐらいの大きさだったんですかセセンンチチぐらいです8センチね、うん センチってい大きででこれだけじゃないんですよっっててい細かかののが体中にだらこ大きいのだけだったら取り外せばいいんですけどちっちゃいのもいっぱいあるので全部取り抜くこの結局その周りも取らないといけないそうそうそうだから全部抜かなきゃいけないので全部抜くのはやっぱりもう内臓を全部取るのとえぐるのと一緒だそれだとやっぱなくなっちゃうそてうそうそうそう生きてられないっていうことなので。 もうそれはちょっと嫌だなっていうのと、うん、それもあってでも抗がん剤でミイラみたいになるのも嫌だしいやですよねなんか生きていくのが辛いって思いたくないので、うん、だ,だ,けだからやっぱりそれはなんとかで抗がん剤をやってやったら私はもうすぐがんがン良くなると思ったんですよ実際、うん、なので1クールワンクールはやってくださいって言われたんでこの「とあの セカンドピンの東京の方で、はい、ワンクーで6回なんですけど6回もやるのかって思ったんですね、うん、でも実際やってたのは8回やったんですけど、えー、はい実際は、うん、なんですけども非常になんかやっぱりあの8時間点滴するんですよ抗がん剤って、えー、1>, 1日束縛されるんですけど、はい、なのでもうあの2種類打つんですけど抗がん剤、うん、その前にやっぱりあの副作用止めを打ってから 打打つつのでで種類点滴を打つんですよなので7時間ぐらい朝入って終わるのが4時とか5時前でそれから薬もらってなので本当に丸一日拘束されるんですけどですけどまああの抗がん剤をもう始めようと思ったら結構たくさんの方がこう私は子宮なんですけど他にもいてもうやっぱりようやく取るの大変なバカンが多いんだな でも思ったんですけどですけどやっぱりそういうのもあったと同時にちょっとあのすごく親しくしてる人に私がもがんだっていうことをカミングアウトした時に親しくしてる方が私のことに私あのマキコって言うんですけど、はい、マキちゃんって呼ばれてるんですけどマキちゃんは今まで長い間教員してきて多くの子どもたちとか保護者とかいろんな人に一生懸命 やってきて徳を積んでるから徳、うん、を積んでる人は死なないよって言われてそして私が副作用でねって今の話をしたらあの神様は人にはあの試練を与えるけど、うん、超えられない試練は与えないよ。だから、 あマキちゃんだったら超えられると思って与えてるレンだから絶対大丈夫だよってもらったのであ私、得積んでたんだだったら私、大丈夫かもって私、これだいの乗り越えられるかも乗り越えられるみたいな強いなんかものをもらってそれで抗がん剤を臨んだんですね、うん、これが1回目でしたでその時は水素水は全くやってなかったんで、うん、なるほどはいうのが1回目の、はい、<laughs> ことでした。それでは一旦の後 いいろろとままた続きが聞けすすのでで一旦です頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOOEAST 株式会社電話番号0335272211はい、嘘のような本当のは、えー、今日はですね えっと今共有をなさっているという谷内さんに来ていただいております。はいよろしくお願いします。お願いします、えー。壮絶な補助さん話ですね。ね本当にね命かかってますからね。かなり進んだ癌になってしまって、うんうん、はいで抗がん剤をえっ、ー、とワンクール今打ってみたということですが打ってみて副作用とかいかがでした。 えっとですね、あのお医者私の主治医が言ってたものほどは全然重くなかったですね。あよかったですね。はい、ただあのう1月から水素水を始めてはいるんですけど、うんはい、あのー、やっぱり言われている副作用はあります。あのう要するにケガ、髪の毛等が抜けるとか、手足のしびれとか、関節とかですね。うん、そういうのはやっぱり副作用はありますし、はい、ただ。 戻したりとか、胃が痛くなったりとか、体調が悪くて寝たっきりということはなかったです。じゃ、あまだ軽かったということで。かなーって、あの人と、皆様、他の人と比べることはできないんですけど、自分の想像していたもの。はい、自分がこうなるであろうなと思ってたものよりは,はるかに軽かったです。うん、まあ、水素吸っていただくと、そういう。 副作用みたいなものもすごく抑えてくれたりもしますでね。なるほど。そこも働いてると思います。はい、じゃあ被ってたんですか。そ一月からや、私月に一回なので。 12月に1回、1月に1回、2月に1回、12月に1回やってた、始めた時は、ドクター・スイソまだ吸ってない吸ってたか、友達が貸してくれてたのをやってたんですよ。だからまだ、だから。はいはい、短い期間ではあるんですけど、ちょうどそれは吸ってた時だったんですねまだだからそれでましだたかもしれません。で、1月に購入して、購入してですって。それからどうですか えっとなので、何ていうのかなこのこれを証明しろっていう証明ってできないんですけど、はい、まあ自分が元気になったっていうのと、うん、8回結局やって6月で一応終わったんですけど、はい、結果、シ種は全部消えたんですよ。うん えー、まて、あ、そしてちっ,っちゃい,いもの体中飛び散ったやつですね。それで8センチあったのが今1センチ未満ぐらいになったんですね。ですね今ですか？今1センチ,、はい、センチあるかなぐらい。すごい。だったんですね。うんすいうん、はい。 それで一応お医者さんには水素水やってるってことは言ってないんですよ。はいはい、はい、もうあのそういうの嫌がる方なんで民間療法っていうのをすごく <laughs>。抗がん剤聞きましたねっていう感じですそう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 。抗がん剤があなたに合いましたねって言った時に<ー>で三ヶ月六月で終わって、うん、その後六月の終わりに CT を取った時に、はい、おっしゃった言葉ですごく私がおも印象に残ってるのが、はい、自分は最初見た時あもうこの人助からないなって思ったよって。うーん 助からないというかもうもう抗がん剤しても無駄かなと思ったけどよくここまで来たねた、うん、だからよく頑張ったねって言われたんですよと,口のもうとても口のある温かい先生なんですけど、うん、口はちょっと悪いところがあってはい、はい、ちょっとぐさぐさぐさってくることはたくさんあったんですけど、はい、でもその言葉をもらってで私はもう先生のおかげです、うん、抗がん剤のおかげですって言ったらいやいやいや戦ったのあなたですよと。うん だから抗がん剤でも効く人、効かない人がいるからこんなにまれに効いた人ってめったにいないよって言われたんですよ全員に効くんじゃないんですかって私、今まで全員やれば効くと思ってたんですよって、うん、たら違うと合う合わないいるよと、うん、だからあなたは抗がん剤があったんですねって言われた時にそうかもしれない抗がん剤のおかげかもしれないけどやっぱりそういう私の日頃の,この水素だとか、うん、そういうのもこう私のがんを小さくした要因であり なんていうかな副作用を軽くしてくれたのもそのおかげじゃないのかなーって、ーそれを証明しれたら難しいんですけど、ね、自分の中ではそんな感じの気気にお思思うようにしてます。でもね、はい、本人からしたら良くなればいいんですからね。はい、どれが効いたなんていいんですよ。そうそうそう。なので、ただ副作用が思ってより軽かったのはタスカは本当に水素水で。 錆を取るっていうふうに聞いてたんで、はい、そういうやっぱ体の錆を取ってくれたっていうのもあるし、あるのかなっていうふうにはすごく思ってます。抗がん剤を体に入れたら、なるべく早く体の外に出さないといけないんですよ。一度、はい、一瞬入れるだけでいいんですね、うん、抗がん剤って。うん、で、通常は体が弱ってるから、外に捨てる力っていうのが。 こうなくなってきてるんですねところが水素吸い始めるとこのデトックスする力がすごく増してくるので抗がん剤を入れたとしても結構早い時間で出せるようになるんですよそれで強烈な副作用に悩まされるってことが水素吸ってる場合って少ないって皆さんおっしゃるんですねなるほどで私も副作用の薬もらってたんですよこの酔い止め酔い、はい、あの吐き気止めと,、ね、とあと関節の炎だけど一回も かあの関節は2回飲んだんですけど、うん、あと一飲飲まななかったででですすは回もんい薬をできるだけ飲みたくなかったっていうのもあるんですけどそんなに痛かったんですけど本当に死ぬほどの痛みとかも立ち上がれないってことではなかったし、うん、普通にこの1週間はちょっときつい部分はあったんだけどそれに乗り越えたら本当に普通なんですよ。うんえー、なのでお酒も飲ん,で飲んだし、えー、実際。 暴飲暴食もしたし、うん、<laughs> だから成人みたいな暮らしはしてないし病人ねって言われたこともあったんですよ体重も変わってないし<ー>一切、まあ、上下はしますよ1 2キロの上下はあるけど元にもとに普通はでもガリガリになりますよねなのでその意味では自分も体力があったっていうのももちろんあると思うんですけど、うん、それプラスやっぱり今まで。 まあ水素水の吸ったりとか、まあ、サプリも飲んでたんですけど、うん、まあそういういろんな相乗効果プラスやっぱり自分の気持ち絶対負けないとか、うん、もう絶対親を残してはいけないとか、うん、親には何も言,えな言ってないので心配90超えてるので、うん、絶対親に知られずに健康でやっぱり母親をみとってから死なないといけないっていう思いが強かったんで。 のその精鋭の意欲というかそれプラスやっぱやりたいことをやっぱやりたいなっていうのがすごくあってなのでそういう気持ちのメンタル面も自分にとっては強かったのかなってあの他の方よりっていうのはそしてやっぱ水素水を毎日45時間吸ってたんですよ。はははいいい 言われてたし3時間最低3時間4時間吸ってくださいってアドバイスも頂いてたのでできるだけどんなにあれでも34時間は吸ってもうできる限り6時間とか吸ったりとかうちにいる時はこれでいいのかな使い方これで合ってるのかなとか思いながらも吸って体温が上がるんでね36度8分以上の体温になってくると自分の免疫力が 上がりますからそうすると水素がっていうんじゃなくてあの自分の体が自分の免疫力でがん細胞を叩きにいく、うん、アポトーシスっていうのが起こるっていうふうに言われてるんですねなので水素は体温を上げるお手伝いをするっていうのが目的です吸ってもらうのはうんなるほどねなのでっていうのもあってもう本当にあのただ 北条さんが私に言った言葉ですごく残ってるのが、はい、私これ決め手だったんですけど水素水が病気を治すんじゃないよと、うん、水素水を使って体を免疫力を高めて体が病気を治す、うん、だから免疫力を高めていかなきゃいけないんだよっていうのでよくねこれを飲めば治るよとかいうことって宣伝多いじゃないですか、はいはい、それをやってればそうそう,そうでも,でもそうじゃないん っていうのをしっかり伝えてもらったっていうのは正直でちゃんと本当にあのなんていうのかなてうか商品を売るためのものではないんだなみたいなっていうのを少し感じたのもあったのであの嘘はついてないだろうなみたいなのもあってあのそれにやっぱ評判も水素水いいよっていうのも聞いてたし、あ。のー いいろろね成功体験されてる方たちの話とか弟さんの話とかも聞いてたんで、うん、同じような病気の。ね、なので私も治る治る,治るみたいな治るかもしれないし、うん、絶対治してみせるっていう気持ちで始めましたね。このラジオで恐らく一番アクセスが多い方で再生不良性貧血の上野夏美ちゃんっていう、うん、お医者さんは治らないと言ってる病気で。 だけど3ヶ月で寛解をしましてね、命を取り戻した子がいるんですけどもこの子もそうだしあとホーク太鼓さんってガンでねあのステージ4でもう末期の末期でホスピスを紹介するレベルのところまで行っちゃった方もそうなんですけどうあのこうやって戻ってこられる方っていうのはやっぱり生きるって絶対に負けないっていうその気持ち。 この病気に気持ちが負けてしまうとそれでこうやっぱり自分の生命力みたいなななものがやっぱり出なくくなってくるんでしょうねうんこの子供のために私は絶対死ねないとか何かをこうそういうことをこう自分で強く持ってあの挑まれる方があの皆さんねこういうふうに帰ってこられて医者の常識では治らないものが。 いい結果になってるっていうのをね、うん、皆さんねこれでおわいたくさんの人にね今お会いしてるから、う本当にもうね、その売れるとかそういうことじゃなくてね、本当に良かったなっていうのがね、うん、まず先でね、良、うん、かったですよね。ありがとうございます。おかげさまで、はい、お皆さんのおかげで、はい、私一人では。 きっとダメだったのを支えていただいたので、うもうとても周りにも感謝していますし、はい、水素さ水素ボトルにもありがとうって言ってます。質問。わかりました。あなたのおかげで。それでは一旦 CM いきたいと思います。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。<noise> w O O East 株式会社。電話番号ゼロ三 三五二七二二一一はい嘘のような本当のは今日もすごい嘘のようなはい話がすごいですね出てきましたはいありがとうございますおかげさまで助かりました八センチぐらいのがんが今一センチ未満になってしまったということですが実はあのー 今はねお休み共有をされていると思いますが、これからやっぱ現場に復帰したいみたいな思いもあるんですか。はい、復帰します。<laughs> <ー>したいじゃなくてやっぱり、ね、します。はい、はい。すごい。ね、うん、やっぱりね元の生活でねまたガンガンできるといいですよね。苦しいんですよ。もちろん辛いことはたくさんあるんですけど。うん、はい。 ただ、自分はお世話にいっぱいなってきたので、うん、いや周りの方とかやっぱりそれを恩返しをできる場が必要かなって、うん、もらうだけ、ね、ギブギブギブじゃなくてテイクテイクテイクもらうもらうもらうじゃなくてやっぱ与えるっていうのを愛情ね、うん、や,っぱやりやすの私にはやっぱりその今のポジションをもう少し頑張って、はい、一応退職したらやりたいことあるんですよだけどまあ全うはしたいなと退職する日までは。すごい と思います、えー、最後まではやって、はいうん、やっぱり頑張ったな自分って自分を褒めて卒業したいですね、えー、すごいね,、はい、ね素晴らしいお仕事で私もね教員免許持ってるんですよ、えー、教育実習もやったことがあって行きたかったんですけどねあの私は子供ど、まああいっぺん私大学入り直して教員免許を取ったもんですから、ねはい、子供ができてあの試験を何度も受けられなかったんですよね。 いや本当に、ね、子どもを見ているとその、ね、あのすごくこうあの私も、ね、あのいいなというお仕事でそれを、ね、ずっと長年やっておられたということで、ね、素晴らしいですよね、まあ、だからまたその現場に、ね、戻ってほしいですよね,是非ねただ、お医者さんかまだあるので、はい、まだ許可は出てないんですけど許可が出れば っていうのが前提です気持ちはいつでも戻ります、はいね、もう1センチまで来ましたからね <laughs>、うん、ただ6月12月ちょうど27日に2回目の検査だったんですけど、はい、ちょっとだけちっちゃくなってたんですよでもほぼ変わらずな,なので増えてなかったっていうのと大きくなってなかったんで、うん、お医者さんとしてはもう上等だよって、うんえー、コントロールできてますねって言われたのと私なりにですよこれは昔お医者さんがこれ死骸かもしれないって言われたんですね、うん、要するに癌の死骸 かもしれないねただこれ病理に出さないとはっきりしないから手術しないといけないから、うん、もうただわからないよっていうことで腫瘍<う>マーカーでは正常値なんですよなるほど35以上なんですけど、まあ、今回は25だったんですね前は18ぐらいだったんですけど,どだから腫瘍マーカーでは、まあ、上等だよって言われたんで、まあ、自分としては死骸だと思い込もうと思って、ね、ます。<laughs> はい もう感慨しましたよみたいなことで私ももうすぐ退職なんで来年3月3日でそれを終わったらまた第2のセカンドステージに向かうためにまたいろいろ自分を今から準備したいなっていうのもあるのでぜひまた新しい皆さんへの希望になれることがお話できたらなと思ってますので今日はいえいえ私喋るのが。 あの得意というか仕事柄ずっと三十何年間喋り続けてきたんで、はいうん、もしこれで少しの人でも勇気つけられたらなと思って、ね、あのお話し乗らせていただきましたので、はい、また何かあったらお呼びください。はい、今日はありがとうございました。あさあ、えー、っとお時間となりました。嘘のような本当の輪ですが、今日聞いてですね、やっぱりちょっと気になるなという方お気軽に F.M. ギナーにお問い合わせください。よろしくお願いします。それでは皆さんまた来週さよなら。